鉄条網の先は北朝鮮。川の向こうは北朝鮮。一歩後は中華人民共和国領名称を担当し、関連満足自治権古山鎮パラ山村にある中朝国境の川幅が数メートルとなっている部分。英語ではワンステップと訳される。中国と北朝鮮の国境は王力港だが本流を通っている部分ばかりではなく、 細い分流や陸上を通る部分も一部にある。一歩湖付近は、王緑湖支流の細い川が国境となっている部分であり、付近を流れる王緑港の本流は、大型船舶が通行できる大きさである。対岸の中須の宇赤島は、北朝鮮平安北道義州郡離雲里である。丹東市街より2 0トル、王力港に沿って北上した、小山頂上の下にあり、 現実的に渡ることはできないが、国境の王力公子流の川幅が一番狭いところに飛び石がある。一歩このところにはないが、小山頂上の南側に中国側が柵を設けていたが、北朝鮮は2007年8月に宇赤島の国境部分に鉄条網を巡らせた。宇赤島はトウモロコシの畑が広がる農村地帯である。中国側は小山頂上を含めた 観光地として整備され、国境を見物する巡回コースや、一歩こと掘り付けた石碑などが建てられている。また一歩より、小舟で、小山頂上の下を通り、北朝鮮側の国境監視所まで往復遊覧することができる。また、一歩から少し、上り川幅が広い本流に出たところに、観光モーターボート乗り場があったが、無許可の支援で、 ボートが北朝鮮との密貿易に利用されていることを理由に2018年春頃閉鎖されている。国境の撮影は可能だが北朝鮮兵士にカメラを向けることは刺激することになるので避けなければならない。ありがとうございます。